はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、津田健次郎です。さあ本日なんですが、オベレスクの巨神兵をね、本日は大活躍させていこうと思ってましてですね、まあこれ去年末に新規イラストが追加されて、さらに演出も追加されたと、召喚ムービーね、ということで今日はこのモンスターを使っていきますと。でオベレスクの巨神兵くんね、他のね神と比べて何ができるかっていうと、非常に使いやすい性能と、あとサポートカードがバーンカードがありますんでね、これね先行暗記がしやすいんですね。はい、これソウルエナジーバックスという最強のトラップカードがありまして、これ自分のフィールド上の元々の属性、神属性となるオベレスの巨神が存在していれば、他の表表示モンスター2体リリースして、相手フィールドモンスター全ぶっ破して相手に4000ダメージを与えるっていう、4000ダメージね、これね強いよね。だからまあライフ半分にしときゃワンケ取れるんですよ。だからまあ今日はこのアトランタルでライフ半分にして、ライフ半分マンしてから、ソウルエナジーマックスぶち込んでワンケするってね、そういう、まあ、動きをしていきたいと思ってます。でねこれで墓地肥やしして墓地落ちた時に強いんですよ、これソウルエナジーマックスって。これ墓地のこのカード除外するとデッキ墓地からオベレスの巨神兵一体を選んで手札に加えて、その後、オベレスクを出せるよと、まあ、地面ドローガーの神召喚っていうことができるんで、これをね墓地に落としておけばオベレスクには触れるということで、これ今回墓地肥やしをありえん量していくというギミックにしておりましてですね、これカオスルーラーっていう、まあ、史上最強のモンスター、これがですね、まあ、1月10日から禁止になると、まあ、使えなくなると、まあ、多分これ二度と戻ってこないんですけど、強すぎて。で、このカオスルーラー君の代用品でなんとか墓地を肥やせるようにしなければならない。でどうやって墓地を肥やしていくかって話ですけども、これね、原翼竜ブラックフェザーっていうふさがいましてですね。これね、ブラックフェザーくん、なんかカオスルーラーが禁止になった時の、なんか代わり、ちょっとだけ高騰して、やっぱ使えねえなってなって、結局、その、値段元に戻るみたいな、まあ、そういうね、経験があるモンスターなんですけども、この原翼竜ブラックフェザーくんをちょっと今回活躍させるべきですね。まあ、これちょっと回し方は動画見ていただけばわかるんですけども、かなり墓地、一応回れば肥やせるようにしてきました。回ればね。で、どういう風に墓地壊していくかっていうと、パンクギミックを使って、アルティマやツヨルキンを出してから、エンシェントフェアリー経由してティアラメンツ持ってきて、で、ティアラメンツの動きと、原翼竜ブラックフェザーの動きを絡めて、このトリックラウンとかゼピロスを落として、で、ブラックフェザーの効果を使っていくという、そういうギミックにしてきました今回は。ちょ、エクストラデッキね結構ね足りなくてね、パンパンで15枚結構フルに使っちゃうんで、なんか正直現実的なデッキにはなんなかったんですけど、一発屋ギミックとしては非常にものすごい量のデッキからの墓地肥やしができるんですよね、これ理論上。これね、最大展開するとですね、まずキトカロスとティアラメンズクシャドリアでこれ10枚墓地超えます。でシェイレーンで3枚墓地超えます。それから、なんか原翼竜ブラックフェザーで5枚墓地超えます。で、家具土で、5枚墓地超えます。これ家具土はビーストウルフ2体ですね。家具土で墓地2枚超え、5枚超えます。で、ミネルバで3枚超えます。ジアンデッドで、4枚超えます。という感じなので、だからね、なんかね、まあ、うまく回ればなんですけど、デッキ50枚なんですけど、だいたい40枚いくぐらいは、デッキなくなってる感じです。全部墓地行くか、手札に来るみたいな感じ。だから、まあ、結構30枚くらいは、28枚か、28枚くらいは墓地壊せるんで、まあ、そんだけ墓地肥やしたらさすがに決まるでしょ、ということで、オベリスクのね、巨神兵によるゴッドハンドインパクト決めていきたいと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ハンドは悪くねえな。ハンドは悪くねえ。ハンドは悪くねえので、召喚剣使っちまっていいな。セアミン召喚で効果発動、オッケー通る、オッケー通る。トーリング、まあこうかな。カオスルーラーとかいうね最強モンスターがいなくなって、まあ、悲しんでる人もね多いんじゃないかなと思うんですが、カオスルーラーがいなくなっても劇的にやべえ墓地肥やしはできるっていうことをねちょっとお見舞いしたいですね。個人的にはすごい量の墓地を肥やしてやる。はい、でシャルサイ効果融合、カープライジング、カープライジング、
おう、浮世絵パンクで効果そう、立て上がるで、パンク効果発動、リクルート、ね、なんだっけこれ、ワゴン、スピードワゴン、小沢さん、今最近ね、あのなんかあの松本さんに女を紹介して炎上していると言われてますけどでその女がなんか週刊誌に情報を売って大儲けしてるという話を聞いてますけども、で ディアボランティスの効果発動、時事ネタも取り入れていくスタイルね、これ時事ネタも取り入れていくスタイルでいきましょう。で、ディアの効果、ライジング蘇生で、ディアボランティス効果、植物毒か昆虫毒を送るで、フォンリー送って、でフォンリー効果、謎のパイナップル効果が出てきて、でディアボランティス効果発動で、これでですね、自分のチューナー化で、レベル、何以上だっけこれ、5以上か。5以上のチューナーとチューナー以外、ボーポチ送って、アルティマヤ強力金。さらにカードを1枚セットしたことによって、アルティマヤ強力金の効果。いけ、エンシェントフェアリードラゴンの、効果発動。フィールド魔法を叩き割り、別のフィールド魔法を回収。パリーン。さあ、ペルレイのお手伝いがいていくぜ。あまりにも強引なペルレイのサーチね、これ。でデッキから何これ、シェイレンか持ってきて、でエンシェントフェアリーの効果、ていうことからライトロードビーストウォルフを特殊召喚、そして、レベル7の、エンシェントフェアリーレベル1のフォンリーをチューニング、進化召喚、超高騰したモンスターカオスリラの代わり、原翼竜ブラックフェザー特殊召喚原翼竜ブラックフェザー湧くさないな、これでさからの、あっ、セミナー、そしたきたこれなんですよ、やりたかったらこれね。でゼペロスダメージいってーっつって、うおー5枚悔しい、カオスルーラーだこれ、実質これ実質カオスルーラー、あーおーかぶっちゃった、もういっか、かぶってもうた、かぶってもうたわうるさくてすいませんね、マジでうるさくてすいません、あまりにもマジうるせえ。で、からのカグツチェのエクシーズをして、でこいつもちなみに墓地暮らし5枚ね、墓地を肥やすって書いてあるモンスターめっちゃ出てきたから、あーとね、あーなるほど、こっちからだな、こっちからして、これ発動しない、てかあれだな、これミネルバの効果先使ってからの方が良かったっすね。はい、一応先使ってからの方が良かったっす、すいません、逆張りでした、あの間違えました、あのエクシーする前に使った方がいいです、あのミネルバの効果、あのチェイレーンが素通に入っちゃってるんでね。でフィアラメンズクシャトリラを墓地送って、でさらに、カード2枚を壊していく、ありえん墓地壊してる、今いい感じだぞ、今のところ今のところいい、今のところディモールといい、ねこことここで一旦バリケード出して、ちょっと盤面開けまして、ちょっとですね盤面がですね、埋まりがちだになる、なるのでこのデッキ、まあ、そこだけちょっと問題ですね。はい、 OK で、まだシェイレーンいるな、まだシェイレーンはいる、まあ、ティアラメンズキトカラスの効果でキトカラスコーエーを墓地送りながら、クシャトリラ出して、で、これで、5と3で8枚小屋し。ものすごい、オッケー、残り10枚。デッキの中残り10枚です。さあ、だいぶ超えたぞ。だいぶ超えた。こんだけ壊していけんだろ。こんだけ壊して、お前何したいねんって話ですけど、ね、これね。お前何がしたいねんという話あるんですけども、まあ、見ておいてくださいよ。まあ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 、見ておいてくださいよ。まあ、一回しらき使いますか。時間大丈夫かな、残り135秒、まあ多分いけると思うんだよな、多分。ちょっとごめんなさい、対人戦で全然回してなくて、これ一生ストリティアしてただけなんで、ソロモードでソロモードでストリティアしてただけなんで、ちょっと時間が足りるかどうかちょっとよく分かってません。で、まあ、時知らずのデュガレスとかいう意味不明モンスターと出します。で、時知らずのデュガレス君の効果発動して、まあ、メインフェーズ1スキップする代わりにモンスターを特殊召喚するという効果、まあどうでもいいですね、殺さんで勝つんで。で、ダレアネンモンスタージャンクコレクター特殊召喚で、一旦エルフ出します、バリケードと
まあ、ティアラメンツとか、まあ、何でもいいか、こっちの方がいいよ、デュガレスの効果、を、デュガレスの効果というか、デュガレスを、墓地の狂う必要があるので、デュガレスでいいって、で、スプライトエルフの効果使う、なんだっけ、これ、イブリスちゃん出して、で、イブリスちゃんをリンクスアイにすることによって、相手の盤面にこれ送りつけます。これあげちゃう。これあげちゃう。で、イブリスちゃんの効果で、相手の盤面に特殊召喚されて、エッチだな、レックリング。この人は知ってます？太もものね、あの、に巻かれてるなんか紐みたいなやつ、あれレックリングって言うらしいですよ。はい。全女子にレックリングを、装備する条例出してくんねえかな。で、3体のモンスターをリリースして、アドバンス召喚現れよ！モンスターではない！神だ！現れよ！オブレスキロ！巨神兵！さらに、自分の墓地の魔合神ソルキウス、手札を2枚ぶん投げることによって、自分を特殊召喚。はっ！トウ！さらに、カオスペトリアの効果。あぶねえ、カオスペトリア1枚しか欲しないじゃん。危な、光と闇のモンスターをゲームから除外し、レベル6のモンスターとして特殊召喚し、レベル6のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、残り60秒、やばい、急げ、現れよ、オーパス、アトランタル、効果発動、ナンバーズを装備、そして、カオスアトランタル、カオスじゃない、アトランタルの効果、装備カードを墓地に送ることにより、ライフポイントを半分満にするぜ、ピロー、残りライフ4000、うおジャンクコレクター効果、ソウルエナジーマックスの効果をコピー、くらえゴッドハンドインパクトバゴー紛れもねえクソリキだなこれ。いやー、先行欲しかったー、これ手札まあまあ強え、先行が欲しい人生でした、私。はい、すいません。ノーパンク、何、くしくも同じ構えだな、坊や。パンク、これカオスルーラーだろ、どうせお前、どうせカオスルーラー使ってんだろ、これ絶対そうだ。まあ純正パンクかもしんないけどな、言うて、まあまあまあ、ジャムドラゴンドライブ出てくるかもしんないからな、言うて、はい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 、ドラゴンドライブってか、ドラゴンドライブなんか、あの、電子書籍でないの、あの、皆さん知ってます？ドラゴンドライブっていう漫画、昔ね、なんかね、すごいね、面白い漫画があったんですよ、あの、ドラゴンドライブっていう。あれ、どこ探しても電子化されてねえんだよな。これ自炊するしかねえかな。いやー、あれね、もう一回読みてえなと思ってんですよね。まあ、めちゃくちゃおもろいですけど、あの、ドラゴンドライブとかいうなんか紙漫画ね。うん。ちょっとですね、誰か知ってる方いたら教えてください。ドラゴンドライブが。まあ、だから紙の媒体はちょっとね、あの、邪魔になるから、あんま僕好きじゃなくて、あの、電子書籍で結構買ってるんですけど、漫画とか。はい。一回なんかすげえ金かけて、あの、社会人になった時に持ってた漫画全部電子化したんですよね、自炊して。自炊って結構、あの、今なんかそう、代行してくれる、てか、ディアブランディ出したけど、この人、やば、なんかマジで同じ構えしてるじゃん、ディアブラフォンリー、やべ、何、貴様も同じギミックを使いだというのか、これ。これマジで、いや、この動きそんなに有名じゃないと思ってたんだけど、これ、マジか。ディアブランティス、はい。で、中中。これマジで、いよいよアルティマイ強力に出てくるんじゃないか。おまぁ、マジかよ。やるな君、そのギミックにもうすでに気づいてるとなかなかやりますね。かっこ自画自賛。で、そう、自炊ね。自炊の話でね。大学とか、まあ、社会人になった時に持ってた、なんか写真集とか漫画とか全部自炊してね、なんかすげえ金かかったんだけど、あの、一応電子データにしちゃったんですよね。まあ、それ今クラウドに置いといて、なんかどっからでも読めるようにしてるみたいな、そんな感じなんだけどさ。これね、うわぁ、やっぱティアラメンとかいう最強カードを持ってこられて、これ墓地壊しギミック命かけてんのこれ、多分な。うん。なんだ、お前もゴッドハンドクラッシャーすんのか、原欲にブラックフェイザー来た。カオスルーの代わりね、これカオスルーの代わり。カオスルーラ君の、あの、代用としてね、めちゃくちゃ高騰したと、一瞬ね、一瞬だけ、ニューヨークブラックフェザー、
で皆さん冷静になって考えた結果、いやこれカオスラー代用できなくねってなって、まあ値段落ちたと言われてるんですけども、なんか一瞬カオスラー消えちゃって高騰したというね、そういうね、あの背景を持っている謎モンスターですね。はい。でティアラム付きトカロス君の効果が発動されて、ティアラム付きシャトリー、なるほど。はい。でシェイレンハウフニス墓地を送られてしまう。え、これ大丈夫？そんな、なんかめっちゃ送られてるけど、ティアラメンツ。あ、効果起動しないか。やべ、謎の目覚ましになった。ちょっと待って。ティアラメンツクシャトリだ。はい。からの、8枚小屋敷た。8枚小屋敷て、ティアラメンツクシャトリだの効果3枚小屋敷、キトカロス、5枚小屋敷と。強えなぁ、マジで。この動き、最強だわ。あマジで強え。で、シーレーン効果。やべ、すごいことしてんじゃねえぞ、お前。ガーディアンスライム入ってる、やばい。何これ。ガーディアンスライム入ってんだけど。ゴッドスライムかなんか出すつもり。ドラゴスタペリア来た。なるほど。ドラゴスタペリア出てきました。今んところまだちょっと同じようなデッキな気がするけど、ちょっとあんま、いや、何やりたいか分かんないですね。で、ゼピロス。やべえ、これ、ゲイオグルだ。あっつい。やべえ、マジで。結構同じところまでたどり着いたやついるな。同じところまでたどり着いたやついるわ。いや、そうなんですよね。これ、原力竜ブラックウェザー使うじゃん。もうこれくらいしかないですよね、頑張って。めっちゃ墓地壊して、ゼピロスとトリッククラウン、キアード落とすっていう。あ、トリッククラウンもちなみに、ダメージ受けるのタイミング逃さないんで、原力竜ブラックウェザーの起動の、あれになります。トリガーになります。はい。一応強いです、だから、俺も。さあ、一体全体、ここから何が起こるのか見せてもらいましょう。ライトロドリ、セイト見れれば、もう、こいつもめちゃくちゃな墓地壊し中だな。ありえん量の墓地を壊してるわ。さあセイントミネーバーからのガーディアンスライム、めっちゃガーディアンスライム落ちるやん。これ何が したいんですかね、この人はね、一体全体ね。さあアーチアンデッドヴァンパイア無限に墓地壊してんだ。でジアンデッドヴァンパイア効果、あーなるほどね。これ俺もなんかティアラメンツ融合してめっちゃ妨害できるみたいなのないないわ。すいませんでした。ソルキエ、セアミン、トリッククラウン、なるほど。大逆転クイズ入ってたけど相手何これ、やばいって、なんかやばいことしようとしてるね。ライトロードビーストウルフ、やばい、レベル4のモンスター2体だと。何貴様、俺のトリッククラウン返せ。ちくしょう、マジでギミックすげえ似てんな。あ、イニシーの呪文ラーの抑止、何てめえヒエラティックテキスト詠唱できんの かとりあえずやばいな、それはやばい。ちょっと待って、さっき大逆転クズ見えたよな。こいつ何やろうとしてんだ。イニシエの呪文の効果、アドバンス召喚が1回増える。神のな、神をアドバンス召喚できる。これ今ヒアテクテキスト詠唱してる、もしかして。うわ、ヒアテクテキスト詠唱してる、これダメ。うわー、かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。打点高っ、さらにライフを5700支払って13100、やばい、マジやばい、あグヌヌヌヌ、トリッククラウン、あぶねえ、これ発動死ぬやん、あぶねえあぶねえ、全ダメージが死ぬわ、あぶねえお前俺のトリッククラウンでワンキルしようとした今、あぶねえ、なんか脳死で蘇生したら負けてた、あぶな、白雪、これどうすんだこれ、何これ、残り100やばくない、ちょこれあかんのやけど、ジャイアントレックス巻き込まれて白雪で特殊召喚、やばいやばいやばいって、それはジャイアントレックスコが特殊召喚、やばいやばい、なんかやばいことしてる、ちょ待って、もういいって、止まって、止まれ、なんだこれ、あーガンマンラインじゃん、ガンマンラインなんだけど、ちょ令和にガンマンラインとかいう言葉使ってるのやばいだろ。